い、先生です。ほい、生徒です。今日はずっと前からやらなきゃいけないと思っていた未解決事件の考察をするよ。何の事件？三重県四日市支所に女児失踪事件。聞いたことあるような、ないような。みゆきさん、かわいそうって言ったらわかる？あーあの怪文書の事件か。そうそう、まあ怪文書が事件に関係あるかはわからないんだけど。まさしくその事件だね。今回はその事件と怪文書の考察を行っていくよ。事件も怖いし、怪文書も怖いし、その後も怖いし、全部怖い事件だから普通に嫌だな。でもまだ見つかっていないから、やるべきでしょ。そうだな、考えてみよう。それじゃあ行ってみよう。教えてオカルト先生。さあ、まずはどんな事件だったか概要を振り返ろうか。お願いします。事件が起きたのは、1991年3月15日。今から約30年前だな。三重県四日市市富田に住む当時小学2年生の女児ゆきちゃんが、自宅から突然、姿を消した事件なんだ。そうそう、これ謎なんだよな。学校は卒業シーズンじゃん。だからその日は通常よりも帰宅が早かったんだ。家に帰ってきたの何時ぐらい？午後2時頃だよ。ゆきちゃんは友達と別れて自宅に向かうんだ。ほんで、この時いつも下校時には友達と遊ぶ約束をしていたんだけど、この日に限っては、別の約束があるから遊べないって断っていたんだ。別の約束？何の約束かはわからないんだよね。別の友達と遊ぶのか、親から何かお使いとか頼まれていたとか？ってわけじゃなさそうだね。なるほど、続けて。午後2時30分頃、パート勤務のお母さんが自宅に電話をかけるよ。この時、ゆきちゃんが電話に出たんだ。まだ2時半には家にいたんだな。話した内容は、今日夜勤で遅くなる。わかった。って感じ。まあ、特におかしな点はないな。そしてそれから、1時間後。午後4時頃、ゆきちゃんのお姉ちゃんが帰宅したよ。ゆきちゃんには2人お姉ちゃんがいて小学6年生の次女と、高校生の長女がいるんだ。今回帰宅したのは次女の方だね。ところが、自宅にはゆきちゃんの姿はなかったんだ。この1時間の間で何か起きたのか。うん、そうだね。テーブルには大好きなココアが温かいまま飲みかけの状態で置かれていたよ。まだ温かいってことはココアを入れた大体の時間を逆算できないかな？できるけど、その時何度だったかを測ってないからわからないね。温かいの基準も人それぞれだからね。ちなみに100度のお湯をマグカップに入れて、どのくらいの時間でどのくらいまで温度が下がるか実験している方がいてさ、その実験結果だと、1時間で35度ぐらいまで下がっていたよ。ここまで来たら冷めてるよな。仮に50度だとしたら約25分間保温できるっていう実験結果になっていたから、もしかしたらお姉ちゃんが帰ってくる約30分前ぐらいに、ココアを入れたのかもネタになる予想だけど、それで続きは？うん、あと、家に残っていたものは、いつもゆきちゃんが愛用しているピンクのジャンパーと、自転車が残っていたよ。外に行くときはいつもピンクのジャンパーを着用する可能性が高いのに、着ていないということと、自転車もそのまま。そして、温かいままの飲みかけのココア。これ、どうなん？ここまでで考えると、自分の意思でどこかに行ったとは考えづらいかな。とすると、家に誰かやってきたとか？それはあるかもね。さっき話していた約束と何か関係があるのかも。それで続きは？それから、さらに1時間後。午後4時30分前、自宅で就寝していた父親が起床したよ。あれ、ちょっと待ってお父さん家にいたっけ？そうそう、お父さんは夜勤を終えて、事件当日の朝に帰宅して、失踪発覚までそのまま寝ていたみたいなんだ。そんな気がつかないなんてことあるのか？これは大いにあると思うよ。どうやらゆきちゃんは父親を起こさないように、家に帰ると物音を立てないようにしていたんだって。ほんなるほど。そんでお父さんもゆきちゃんがいないことにここで気づいたんだ。でも、いないってことは特に珍しいことではなくて、その時は遊びに出かけていると思いこの時、帰宅した長女と、入れ違いで出勤したよ。その後、夕方になりお母さんが帰宅したんだ。午後8時頃、ゆきちゃんが一向に帰宅しないので、お母さんが心配になって、警察に捜索願いを出したんだ。小学生が夜8時になって帰ってこないってそりゃ心配するよな。うん、そしてそのまま見つからず、失踪から約3年後の1994年に、家に九段の怪文書が送り届けられたんだ。ああ、これな。これの考察は時間がかかるから後にして、先に進むよ。え、まだなんかあったっけ？うん、実はこの後無言電話が何度もかかってきたということと、福岡在住の自称霊能者の男から謎の手紙が届くんだ。謎の手紙？そう、内容はダウジングを用いて捜査協力しますってものなんだ。ダウジング？うん、地下水や鉱脈などを、振り子などの動きによって、発見する方法のことなんだけど、有名なのはこれかな？ L 字型のロッドダウジングというもの。ああ、ポケモンであったな。で、これを使ってどう調べるのさ。いや、わからないんだけど、これと霊視を組み合わせて、捜査しますって内容だったんだ。そしてそこからわかったものは、失踪したゆきちゃんはすでに亡くなっているということ。そして続きを霊視しようとした結果、別の霊が邪魔をして霊視ができなくなったということ。なにそれ。なんなんだろうね。そして、結局ゆきちゃんは見つからぬまま。って感じだね。他に目撃証言はないのか？有力な証言にはなっていないみたいなんだけど、ゆきちゃんは小学校のジャングルジムで遊んでいただとか、
小学校の近くの川付近を歩いていたとか、富田駅にいたとか、自宅近くの交差点で白いライトバンの運転手と話していたとかかな。いやいや、それめちゃ怪しいじゃん。うん、ところがそれ以上は手がかりは見つからなかったみたい。と、ここまでが事件概要だね。あとは、怪文書の考察だな。これがかなり謎が多いから、少しずつ見ていこう。行きますか。怪文書は全部で3枚あるから、少しずつ区切って考えてみようか。お願いします。それじゃあまずは怪文書1枚目の途中までを普通に読んでもらうね。みゆきさんについて。みゆき、かわいそう、かわいそう。お母もかわいそう。お父もかわいそう。こんなことをしたのは、富田のまた我と思います。また我は富田で生まれて学校を出て、春画の表の反対のパーラポーに勤めた。いつの日か世帯を持ち、何年かして裏口に立つようになった。今は慶太省の近くで四つ足を操っている。はい、ここまで意味不明だな。だよね。まず、みゆきとは誰なのか。ああ、そういや、失踪したのはゆきちゃんであって、みゆきではないよな。でもまあ、実中八九この失踪事件のことを言っていると思う。普通に間違ったのか、暗号のようにわざと間違えているのかはわからないけどね。続いて、かわいそうなんだけど。これはかわいそうってことだよな。うん、そうなんだけど、なんで半端な旧仮名遣いを使っているか謎なんだよね。そして、このかわいそうの部分、実は宮沢賢治の童話で、よく似た表現があるんだ。え、なんて作品？猫の事務所っていう1926年に発表された作品なんだ。それの最後らへん、みんなみんな晴れです。かわいそうです。かわいそう、かわいそう。確かにこれを引用してそうだな。うん、けれど怪文書ではかわいそうってなってたでしょ。あ、そうじゃなくてそうだな。引用だったらそのまま使えばいいのに、どうして中途半端なことをしたんだろう。これはただの仮説だけど、怪文書を送った人は猫の事務所を読んだ経験が昔あって、それを記憶の中から使っているから若干違った感じになっているんじゃないかな。こだわって使っているわけじゃなさそうだな。なんかいろいろとぐちゃぐちゃなんだよね。冒頭のみゆきさんって単語もありながら、次はもう継承抜いちゃってるし、みゆきがみゆきになっているし。あ、本当だ。続いて、お母もかわいそう、お父もかわいそうのところ。これはそのまま、ゆきちゃんのお母さんとお父さんのことだね。まあ、そうだな。でもちょっと引っかかるのが、どうしてここで二人の姉は入れてあげなかったのか。いるの知らなかったとか。もし事件の関係者だったら、おそらくニュースはよくチェックするだろうし、犯人グループの一員だとしたら知らないなんてことはないよね。でももし、この怪文書が犯人グループからだったらさ、この怪文書を送るメリットなくない？あるとしたら、警察を混乱させることかな？自分だったら足がつきそうなことには手を出さないけどな。私もそう思う。だからこの怪文書を出した人は犯人グループの人ではないと思うよ。さて、続けよう。次はこんなことをしたのは富田のまた我と思いますってとこ。富田のまた我ってなんだ？富田は場所だね。まさに事件が起きたこの場所。また我はいわゆる、売春婦を指していると思うよ。そもそもまた我にはそんな意味ないんだけどね。下着とか体操で使うときあるけど、性的な意味はないもんな。勝手にそう表現しているってことだね。そしてこの文がこの手紙を送った目的だと思う。というと？告発なんだと思う。告発？犯人はこいつだって言うね。え、マジかよ。犯人は富田にいる売春婦だと思いますって言いたかったんだと思う。じゃあ関係者じゃん。そこはわからないね。さて、次に行こう。また我は富田で生まれて学校を出てってところ。売春は富田出身で学校を出て？そうそう、そんで次、春画の表の反対のパーラポーに勤めたってとこ。これ全く意味不明なんですが。まず春画なんだけど、これは普通に解釈すると、春画、つまり江戸時代に流行した性風俗を描いた絵画のことだけど、そんなもん現代に関係なくね。そう、だからそれに近しい風俗店、アダルトな本屋、ストリップ小屋かもね。他にも解釈がいくつかできるんだけど、春画の表の反対、ここをこう捉えるとどうかな。富田は三重県でしょ。その隣は愛知県じゃん。だね。そこの蒲郡市に春日浦っていう場所があるんだ。こことさっきの回文を当てはめると、春画春、画が日、これで春日、表の反対は裏だけど、つなげると春日浦になるんだよね。あ、本当だ。まあ、ただの一つの解釈だけど。っていうか、調べたら大分にもあるんだな。そうなんだよねー。だから違うかもしれないけど、まあ一案としてね。そうそう、そんで次、パーラ坊に勤めた。これまた意味不明。これはおそらく坊ではなく棒で、パーラ棒で一単語にするのではなく分解するんだ。パーラと棒？そうそう、そんで入れ替えて棒、パーラ。何その呪文。ここのパーラはおそらくパーラーのことだと思う。いや、それがわからない。語源は古いフランス語で、話をするところの意味なんだってさ。それが日本に来て、軽飲食店として意味で使われたり、ホテルなどの休憩室、談話室なんかに使われたりしたんだってさ。あとはパチンコ店にも使われるね。広い意味だな。ということで、棒パーラーってこと。まあ、広い意味で憩いの場に勤めていたってことね。そうそう。はい、続いて、いつの日か世帯を持ち、何年かして裏口に立つようになった。これはまだ読めるな。いつの日か世帯、つまり家族を持って、何年かして裏口に立つようになった。
いや、後半わからなかったわ。ここも解釈が複数あって、立ちんぼつまり売春婦の意味合いでも解釈できるし、事務作業とも捉えられる、もしくは裏口入学的なニュアンスで非合法のことをやるようになった、なんて解釈もできるね。とりあえず次行ってみようか。今はアケータショーの近くで四つ足を操っているってところ。ここ一番わからないわ。うん、ここ難しいよね。今はの字、ケータショー。正直、未だに納得した答えは見つかっていないんだけど、よく言われているのが警察署とか北小学校とかだね。あー違う気がする、けど大体案があるかと言われるとない。その他にもいろいろな解釈があるんだけどどれも納得できなかったよ。なのでここは一旦スルーで。致し方ない。そしたらそのケータショーの近くまではいいけど、四つ足を操っているってなんなん。うん、よく言われているのが動物だったり、車、赤ちゃん、売春とか。ちなみに差別用語説もあるよ。四つ足が？私も知らなかったんだけど、四つっていう言葉があって、これが非差別部落民に対する差別語みたい。え、どういう意味？占領として動物の処理を行っていたところから、動物は四足、そこから四つというような説があるみたいよ。ということは、その非差別部落の人たちを指揮しているってこと？うん、その説ではそうだね。でも私はそうじゃなくて、単純に売春婦の管理をしているっていうニュアンスだと思っているよ。ふむ。そしたら続きを見ていこう。けれど一旦休憩しよう。後半に続く。教えてオカルト先生。さあ、1枚目の後半を考察するよ。お願いします。次に鈴懸の毛を蹴落として、2の向こう側のところ。あやめいっぱいの部屋で、コーヒーを飲みながら諭吉を握らせた。握ったのは朝やんと思う。昼間からテルホに入って股を大きく割って、家の裏口を忘れて、しがみついた。もう股割れは人を超えて一匹のメスになっていた。感激のあまり、朝やんの言う通りに動いた。ここまででやっと1枚目終了だね。1枚目後半もやっぱり意味不明だな。順に見ていこう。次に、鈴懸の毛を蹴落として。次に、鈴懸？鈴懸とも捉えられるし、そのまま植物の鈴懸とも捉えられるね。もしくはちょっと暗号っぽく、毛を蹴落とすということで、毛という文字をなくす。すると鈴懸になる。見えには鈴懸しってあるからそれじゃね？って巷では言われているよ。なるほど、じゃあ2の向こう側は？これは2を数字として捉えると2。2の向こう側は3でしょ？うん。そのところだから、ところ、合わせて、三女なんじゃね？って言われているよ。三女ってなんだ？そろばん教室？いや、鈴鹿市に三女って場所があるんだ。ええ、そうなのか。とするとここの文章は鈴鹿、三女にってなるのか。そうそう、一説だけどね。その他には、単純に荷物の荷を表しているから運送会社とか。まあそれもありえるな。次にあやめいちっぱいの部屋。あやめいっぱいの部屋？あやめと言ったら多年草だよね。まあ花だな。ここはまたまた売春婦というのが通説だね。売春婦がいっぱいの部屋か。けれど、あやめという花がたくさんある部屋とも捉えられるし、あやめるというところから、ヤクザがたくさんいる部屋、とも捉えられるね。そんでコーヒーを飲みながら、ユッチを握らせた。これはそのままだな。コーヒーを飲みながら1万円札を握らせたってことだよな。うん、もしくはコーヒーが薬のことでアッパラパーになりながらって、考えることもできるね。続いて、握ったのは、朝やんと思う。朝やん。そういうあだ名説もあるし、朝つまり挑戦って説もあるよ。けれどここは、言葉を並び替えて、やーさん、つまりヤクザだと思う。なるほど。続いて、昼間から、テルホに入ってまた大きく割ってってところ。真っ昼間からホテルに入ってずっこんばっこんしたってこと？うん、これはそうだと思う。続いて、家の裏口を忘れて、しがみついた。家の裏口を忘れる？裏口に立つってさっきあったじゃん。あー立ちんぼのやつね。だから売春婦としての仕事を忘れるぐらいヤクザにメロメロってことじゃないかな。続きが感激のあまり朝やんの言う通りに動いたってあるから、ヤクザの忠実な奴隷となったってことだと思う。感激ってところはもしかしたらさっき出てきた薬が関係しているのかも。うわぁ、そこと結びつくのか。ここでやっと1枚目終了だね。長い考察だな。続いて2枚目に行こう。それが大きな事件とは知らずに、またカムチャッカの白雪の冷たさも知らずに、結果はみゆきを発汗地獄に落としたのである。もう春3回迎えたことになる。堺の薬屋のいたところではないかと思う。脱炭海峡をテフが越えた。こんな平和気球とは違う。みゆきの母がか弱い羽をバタバタひらひらさせて、我が子を探して広い脱炭の海を渡っているのである。また我は平気な素振り、時には駅の立て看板に涙を流すこともある。一辺の良心がある。罪悪を感ずるに違いない。それを忘れたいために股を割ってくれるオスを探し続ける毎日。というのが2枚目。さっきより読みやすくなったな。そうそう、もう暗号に飽きたのかストレートに読めるね。
ではまず、それが大きな事件とは知らずに。これはそのままだな。それが、大きな事件とは知らずに、ヤクザの言いなりになって動いてしまった。ってことだよな。だね、続いてまたカムチャッカの白雪の冷たさも知らずにってところ。カムチャッカ？カムチャッカは、ユーラシア大陸の北東部にある半島のことだよ。ここはロシアの領土なんだ。ああ、そしたら寒そうだな。そうそう、だから白雪の冷たさも知らずにってあるんだと思う。ここでミユキは誘拐されてカムチャッカに行ってしまったってこと？ぽいね。続いて、結果はミユキを八冠地獄に落としたのである。結果はミユキを八冠地獄に落としたのである？八冠地獄？仏教の用語で、八種類の極寒の地獄を味わう場所なんだってさ。まあめちゃ寒い場所に行ってしまう原因を作ったのはまた我だぞってことか。そうそう。続いてもう春、3回迎えたことになる。3年経ったってことだよな。この手紙も3年後送られてきたからね。そうだと思う。続いて、境の薬屋のいたところで花井かと思う。境って人かな？もしくは病院とかね。実際四日市に境と名の付くクリニックがあるんだよね。え、マジか。でも事件当時あったかすらもわからないから真に受けないでね。あとは一説だね。薬を売っていた境という人がいたとも考えられる。ふむ。次に脱炭海峡を、手札超えた。脱炭海峡？脱炭海峡はアジア大陸とカラフト島を分ける海峡のことだね。ロシアの領地だよ。またロシアか。その海峡をテフ、つまり蝶だよな。そう、ここの文章は安西冬江さんの春という詩をパクっているね。テフテフが一匹、脱炭海峡を渡っていった。っていうのが元の詩だよ。あ、本当だパクっているな。ユキちゃんが脱炭海峡を越えて拉致された。ってことだと思う。まあそうだよな。続いて、こんな平和地球と吐き合う。地球ってあんまり聞き慣れない言葉だな。強く願い求めることだってさ。日本語おかしくね。こんなん平和じゃないよね。って言いたいのかな。ユキちゃんの絶望の心理描写を表している説もありそう。続いて、ミユキの母がか弱い羽をバタバタヒラヒラさして、我が子を探して、広い脱炭の海を渡っているのである。ってところ、ユキちゃんのお母さんも蝶と捉えて、我が子を探しているってことだよな。さっきの人合わせているね。これはお母さんも頑張って探してるぐらいのニュアンスなんじゃないかな。続いてまた我は平気な素振り。犯人の売春婦は平気な素振りを見せているってことだな。そうだね、続いて時には駅の縦看板に涙を流すこともある。捜索願いのポスターとかを見てなくってことか。時にはね。続いて、一辺の良心がある、罪悪を感じるに違いない。ちょっと良心があって罪悪感を感じているから泣くこともあるってことか。そうそう、続いてそれを忘れたいためにまた終わってくれる、オスを探し続ける毎日。その罪悪感を忘れたいために売春を続けているってことかな。そう考えていいと思う。ここまでが2枚目。なっか？さあ、ラスト3枚目いくよ。みんな、もうちょっと頑張ろうぜ。3枚目の文章はこちら。また我は誰か。それは富田で生まれたことは間違いない。確証をつかむまで捜査機関に言うな。気長に、遠回しに観察すること。事件が大きいので、決して急ぐ手はないと思う。八つ咲きにもしてやりたいまた我だ。みゆきがかわいそう。我がまた終わるときは命がけ。これが人だ。この時が女の一番、尊い時だ。暗号ゼロだな。疲れちゃったんだよ。疲れているのはこっちだよ。じゃあ、また我は誰か、それは富田で生まれたことは間違いない。まんまだな、売春は富田出身ってことだな。でね、これ冒頭でも同じこと言ってるんだよね。あ、確かに忘れちゃったのかな。続いて、確証をつかむまで捜査機関に言うな。証拠つかむまで捜査機関に言うなってことね。漢字間違っているけどね。あ、本当だ機関になっているな。続いて、気長に、遠回しに観察すること。そのままだな、気長に遠回しに観察しろって言っているな。続いて、事件が大きいので、決して急ぐ手はないと思う。大きな事件だから決して急ぐな、か。ここも日本語ちょっとおかしいね。続いて、八つ咲きにもしてやりたいまた我、だ。こっぱ？急に感情出してきた。ね、最後の最後で感情はふるる。憎しみがすごいな。続いてみゆきがかわいそう。我がまた終わるとき派命がけこれが人だ。なんで、ここでもう一回かわいそうが出てくるんだ？後半は、自分のまた終わるときは命がけ、これが人だ。どういう意味？この怪文書では一貫してまた我は売春婦として扱っているけど、最後だけ、ちょっと出産っぽいんだよね。じゃあ出産って書けよ。まあそうなんだけどね。ここを無理やり売春と置き換えると、自分の体を売るときは命がけ、これが人だ、ってなるんだよね。いや全員が全員体売らないでしょ。勝手にそれこそが人だみたいに言うなよ。まあ、そうなんだけどね。だから、急に意味変わるけど出産に近いのかな？そっちの方がまだ納得いくな。さあ、ようやく最後、この時が女の一番尊い時だ。この時が女の一番尊い時だ、か。なんだこの詩みたいな終わり方。そう、こんな終わり方なんだよね。ということでお疲れ、怪文書はこれで最後だよ。長かったな。
って、結局なんなんこれ？ネット上ではいろんな説が流れているよ。例えば犯人が捜査を混乱させるために書いた説とか、または我が懺悔のために書いた説とか、いろいろあるんだ。君はどう思うんだい？うん、私の結論なんだけど、認知症を患った高齢者が事件を知って、勝手に推理して、勝手に告発した善意を押し付けた手紙。は？まあ、落ち着いてよ、ただの考察なんだから。まずこの怪文書の目的は最初に書いてあったここ。こんなことをしたのは富田のまたはれと思います。犯人は富田出身の売春婦。って言っているんだよね。証拠ゼロだけどな。ほんで、この手紙の送り主は多分日本人。どうして？難しい言い回し知っているからね。あと、少なくとも安西冬江さんの死を知っているというところと、宮沢賢治の猫の事務所を読んだことがあるというところ、おそらく学生の頃に教科書かなんかで読んだんじゃないのかな。だから冒頭の階層も間違っているじゃん。本当は階層なのにさ。うろ覚えってやつね。文字はひらがな、漢字、カタカナ入り混じっているけど、カタカナベースだと思わない？まあ確かに。昔はひらがなより、カタカナを使っていたんだってさ。はい、そうなのか。あと、この事件が起きたの1991年だけどさ、妙に文章小難しい言い回しでしょ？この時代の手紙じゃないでしょ。まあ、そういう解釈もできるかもな。ほんで、最後の輪がまた終わるときは命がけ、これが人だ。とあるから、この人女性なんじゃないかな？あ、なるほど。なので、60代ぐらいの認知症の女性が勝手に犯人はあいつだ。許せんって思って手紙書いたんじゃないかな？じゃあ、犯人の名前書いて、伝えればいいじゃん。うん、なぜそうしなかったのはおそらく、この事件が大きな事件だからなんじゃないかな。だからご家族以外の第三者に見られてしまった時も、気づけないように暗号っぽく書いてあるんじゃないかな。つまり、この手紙、何の意味もないと思う。ええ、もし犯人からの手紙の場合、送るメリットないし、捜査の撹乱なんじゃないの？足がつく可能性の方が高いでしょ。今回ゆきちゃんは、約束があると言って気づいたら誘拐されてたんだよね。誰にも気づかれないような計画性のある犯行を企てる人が、こんな足のつくリスクが出そうな真似するかな？かもな。極めつけは誤字脱字、まず宛名から間違っているよ。え、そうだったの？うん、よしゆきさんってところを秀ゆきにしていたみたい。ゆきちゃんもみゆきだしね。あとは怪文書を読んでもらえばわかるけど、急ぐ手羽ないとか、またはれ、だ、とかね。もしかしたらネットのみんな、解読すごい頑張っているけど、もっと単純で何の意味もないとかありそう。悲しいな。唯一の功績は、この怪文書が有名になったおかげで、ゆきちゃんの失踪事件が風化せずに残っていること。そりゃまあ確かに、三大未解決事件と言っても過言じゃないからな。って考えると無駄ではなかったのかもね。まあ、もし善意だったらの話だけどな。その他にも実は下書きをして、その上から清書しているという、慎重な素振りが垣間見えたりするね。あ、そうだったんだ。じゃあ手紙の構成をよく考えて書いたっていうのは間違いなさそうだな。私なりの考察してみたけど、共感してくれる人はいるのだろうか。いてもいなくても、この事件を覚えておいてもらえればそれでいいんじゃね。時効になっちゃったけど、新しい手がかり見つかればいいね。ということで、長くなっちゃったけど、本日の授業はここまで。ありがとうございました。